こんにちは、加藤です。今日はテンペラ画技法講座の第3回目になるかな。前回こうやってメディウムを作りました。エッグメディウム、つまりテンペラ絵の具を作るための接着剤、接着成分ですね。卵の黄身を使った処方。今回はこれを使って絵の具を練るところ、実際に絵を描くための絵の具を作る、そのやり方についてご説明していきたいと思います。用意するものはこれ、紙パレット、そして前回作ったエッグメディウム、卵の黄身だけの処方ですね。そしてこれ、水差しに入っているのは精製水です。薬局で売っている精製水。そして肝心な顔料、顔料各種メーカーから出ていますけれども、例えばだいぶ古いですけれども、こんな感じのね、小さな瓶に入って売ってることが多いです。メーカーとしてはホルベインとか、これは昔のミノー絵の具ですね、草壁、こんな風に各種メーカーから出ている色の粉、これを顔料と言います。顔料をメディウムで練って絵の具を作ります。はい、では早速行ってみたいと思います。手順として、あとね、これも必要ですね、ティースプーン、そしてナイフなんですが、油絵描かれる方は金属製のパレットナイフ、ペインティングナイフ持っていると思うんですけれども、私がおすすめするテンペラ用にはこのプラスチック製のナイフをおすすめします。なぜかというと、この顔料ってこう裸の状態というか、ただの色の粉、生の状態で売られているんですね。で、ものによっては、例えば鉄製のナイフだと、金属と反応する場合があるので、私はプラスチックの、金属じゃないものを使った方がいいかと思っています。はい、用意するものはこんなところかな。顔料を、精製水、卵、そしてスプーンとナイフ。はい、以上です。では行ってみましょう。まずね、順番としては顔料を使って、顔料水で溶いて顔料ペーストというのを作ります。こんな風に使う分だけの顔料でいいんですけど、そんなにね、テンペラって大きな画面で描くことないので、ちょっとだけ出してみました。このくらい、目分量ですけど。で、水を出します。水はね、私隣に出します。直接じゃなくてその周りですね。で、これをナイフで練るんですが、単純にこれは好みです。どちらのナイフを使ってもいいです。私はペインティングナイフの方が好きなのでこちらを使います。水をこの遠くから持ってきて顔料につけて練ります。この時にできれば最小限の水分で練っていきます。いきなりたくさんの水を入れないっていうのがコツです。わかりますか？まだね、これ今水分少なめなので型練りなんですけど、こんな感じ。もうちょっと水を持ってきます。少しずつ水分を増やして、このくらいがちょうどいいですね。型練り、最小限の水分で練ります。こんなペーストで、これ水で練っただけなので、時間が経つって水分が乾燥すると、蒸発すると、ただの粉にまた戻ります。これ自体には固着力まるでありません。はい、こんな感じでまず顔料ペーストを用意しました。次にエッグメディウム、卵、これを、今ここにある、水で練った粉、顔料ペーストと大体同量分くらいエッグメディウムを使います。これもやっぱりね、ちょっと離れたところにこんな風に出しておくといいです。で、この離れたところから、だいたいこれと目で見てですね、体積的にだいたい同じくらいかなっていう分を持ってきます。このくらいかな、このくらいかな。で、このエッグメディウムでよく練ります。で、この時点で絵の具になりました。今接着分が入りました。卵の黄身が接着剤です。こんな感じで、これがテンペラ絵の具の出来上がり。どうでしょう、簡単でしょう。精製水で水練り、顔料ペーストを作って、だいたい体積的に同量分くらいかなっていう卵、エッグメディウムを入れます。はい、エッグメディウム皆さん覚えてますよね。卵の黄身と食酢、それから防腐剤を2滴ほど入れたものです。はい、これで絵の具できました。ただこれでじゃあ描けるかっていうと、これちょっとね、濃いめの絵の具なんですね。なので、今できたこの絵の具に対して実際に描くときには、
またちょっと隣に水出しておきますね。これと大体同量分くらいまで水で薄めて使うことができます。はい、おさらいです。まず手順としては、最小限の水分で顔料を練って顔料ペーストを作ります。で、できた顔料ペーストと同量分の卵、エッグメディウムを混ぜて絵の具を作ります。これがその絵の具。できた絵の具を使うときには、これと大体同量までの水で薄めて使うことができます。このままだと結構ね、濃いめだと思います。ただ完全にこれ同量まで混ぜると接着力が弱くなるので、そこら辺は混ぜ加減っていうのは気をつけてください。で、絵の具として強度が十分保たれているかどうかっていうのは、ですね、こんな風にしてテストします。筆を用意しました。筆に絵の具をつけて、できればこれね、ガラス板の上にスッと線を引いてみます。ガラス板の上に線を引いて、どうでしょう、10分15分くらいで乾くかな。まあその時の乾燥具合、室温によりますけれども、表面が乾燥して手で触ってもつかないくらいになったら、ナイフを使ってこうかき取る感じ、こそげ取るというかね、スーッとかき取ってみます。で、その時にその膜みたいなのがちゃんとこうつながって取れてきてくれれば、絵の具の固着力、強度は OK です。逆に言うと、その時にボロボロとこう崩れるような、そんな風にこう細切れになってしまうような時は固着力が弱いので、卵分を足してあげます。先ほど、まあ、1対1くらいまで混ぜていいっていう話しましたけれども、それでボロボロになるようだと卵成分、この固着力が弱いので、絵の具に対して卵分を足してあげます。そんな風にして顔料によってもどのくらいのエッグメディウムを入れていいのかって微妙に違うんですね。ものによって差があります。なので、何色、どの色は卵どのくらい入れたらいいか、ちょっと多めがいいとか少なめがいいとかは経験から学んでいってください。はい、あともう一点、重要なポイントなんですけれども、顔料によっては水で練ろうとした時に練れない、浮いてしまう粉がですね、例えば染料系の絵の具なんかは特にそうなんですけれども、水を入れた時に水の水滴の表面に粉がね、浮いてしまうことがよくあるんですね。そういった時には、例えばこうローズマダーとか、その手のね、冷気とかマダー系の絵の具なんかはちょっとね、混ざりにくい時あります。そういった時にはアルコールを一滴、同じようにですね、こう水みたいにアルコールを一滴パレットに出しておいて、先にアルコールで練ります。アルコールを染み込ませてから水を加えると綺麗なペースト状になってくれますので、アルコールも今ちょっとここに手元にないんですけれども、用意してください。アルコールといってもね、ウイスキーとかバーボンとかじゃダメで、薬局で売っている無水アルコールを使ってください。はい、今日はエッグメディウムを使った卵天ぷら絵の具の練り方についてご説明しました。あと絵の具の強度についてもちょっと補足説明しましたけれども、皆さんもぜひ家にある道具でやってみてください。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。